早速ですが問題です。次の2つのビート、音楽的センスがある人だけが察知できるある明確な違いがあります。正解することができたら才能あり。わかりましたか？はい、どうも、ビースタンです。正解は一つ目のビートが前乗り、二つ目のビートが後ろ乗りということでした。いやね、そうそう。そもそも、前乗り、後ろ乗りってどういう意味なのかって？はい、そうなんです。今日はそこにクローズアップします。これすごく大事なことです。ミュージシャンの方はこれを知れば確実にスキルアップにつながりますし、ミュージシャンじゃない方も音楽を聴くとき、ライブを見に行ったときなどの楽しみ方が広がります。なので、今日はまず前乗り後ろ乗りがどういうものなのかっていうのをまず理解していただきます。それにどんなメリットがあるのか、最後にそれを用いてあなたのリズム感、音楽センスを格付けチェック。こういった流れでお届けしたいと思います。というわけで、あなたの新たな価値観の扉をお開けします。リズムの前後ろとは何なのか、ざっくり一言で言い切ってしまえばジャストのタイミングより早めか遅めかということです。視覚で明確に比べてみましょう。ご覧ください。こちらの画像がプロツールスというプロのレコーディングでも用いられている音楽ソフトで、実際に僕のドラム演奏を録音した際の波形の画像になっています。この完全にグリッド状に来た時がいわゆるオングリッド、一番正確なタイミングということなんですね。最初の問題の例で言うと、思ったよりも視覚化してみると結構ずれてますよね。こんだけずれているのに皆さん聞いていただいた上ではもうそこまで不快だとか不安だとか、この人下手だなぁとは思わなかったんじゃないでしょうか。いや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 、正確に演奏するのがそもそも大前提で、それが上手な人っていうことなんじゃないのって思いませんか？実はリズムが合っているとされる状態、ジャストなタイミングっていうのはその前後にある程度の許容範囲があるわけなんですね。この許容範囲の中でどう奏でるかを選ぶことによって聴いている人の印象もコントロールできるというテクニックのお話です。これによってどんな効果、どんなメリットがあるのかを次説明したいと思います。さあ行くぞ。後ろ乗り前乗りを理解することによって手にできるメリット、その1、例えばレコーディングの現場でプロデューサーさん、作曲者から、この曲は前めにかましちゃってほしいんだよね、いやでもこの静かなところはちょっと後ろめに歌心持ってやってほしいんだよね、なんてオーダーが来る場合もよくあります。当然対応力があるドラマーの方が重宝されますよね。もちろんこの概念を知ったというだけですぐさまプレイに反映できるわけではありませんが、これを知ると知らないとでは成長度が全然違います。それこそがメリット1。僕のおすすめは先ほどのように音楽ソフトで自分のプレイを録音してしっかり視覚化して自己分析するのがおすすめです。メリットその2、自分がどういうタイプの演奏者なのかを知ることができる。さっきも話した意図的に前乗り後ろ乗りをコントロールするテクニックという話とは別に、もともと皆さんがそれぞれ持っているタイプというものがあります。これがね、面白いもので、その人がどんな音楽を聴いてきたか、どんなジャンルが好きかはもちろんなんですが、その人の性格、人間性によってもタイプが違ったりとか、なんならその日の気分でもね変わることなんかもあっちゃったりするんですけど、どういうタイプがどういう演奏、どういう印象に反映されるのかというのをイメージにした画像がこちらです。ジャストのタイミングの許容範囲ですね。この許容範囲を出てしまうと、いわゆるずれていると、下手だなと感じられてしまうという、そういう範囲だと思ってください。
ちなみにですね、私ビースター、私自身の元々のタイプは前乗りですね。叩いてみた動画なんかでも、ビースターは前乗りだよねとか、鋭いよね、キレがあるよねってよく評されることがあります。逆に後ろ乗りの方はよくグルービーなドラミングだとか、歌心のあるドラミングだなとか、どっしりとして重みがあるとかね、評されることが多いです。そういう風にそれぞれ良さがあるわけです。ただそれもそれぞれこのリズムの許容範囲を超えてしまうと、前乗りの方だったら走りすぎてるとか音が軽いとか印象を与えてしまうし、逆に後ろ乗りも後ろ乗りになりすぎるともたついてるなとか勢いがないな、乗りづらいななんて印象を与えちゃったりするわけなんですね。もともと超ジャストがその人のタイプであるっていうドラマさんも、これももちろん存在します。もちろんジャストなんで性格だとかマシーンのようなドラミングだとか評されることも多いです。ただこれも音楽の深いところなんですが、じゃあ性格ならいいのか、必ずしもそうではなくて、人間味がないとか面白みがないなんていう、まあちょっと理不尽じゃねって思ったりもするんですけど、ジャストなら何でもいいのかって言われたら必ずしもそうではないと。皆さんそれぞれの味があるわけなんですね。それを理解することによっていい部分は伸ばす、逆に足りない部分は補う、ゆくゆくはそれを意図的にシチュエーションや合わせる人によってコントロールしていくっていうことが可能になってくるわけですね。なのでね、とにかくまずはこういった概念の存在を知る、知った上で自分はどうなのか、あるいは人の演奏はどうなのかっていうことを意識した上で感じてみる、それによって視野が広がっていくわけなんですね。これこそがメリット2つでした。さあ、大変長らくお待たせいたしました。今からあなたの音楽的センスを格付けチェックするお時間でございます。今から3種類の短いビートを奏でます。それぞれのビートが前乗りなのか後ろ乗りなのかを当ててください。正解なしはセンスなし。1問正解はまぐれかも。2問正解はセンスあり。3問正解は超天才。というわけで準備はいいですか？それでは行ってみます。どうぞ。どうでしたか？わかりましたか？それでは正解を発表します。ごめんなさい。最後のね、3問目だけ引っ掛け問題でジャストになってました。どうでしたか？皆さんの正解数、よかったら何問正解できたかコメント欄に書いてってください。教えてください。全問正解できなかった方、センスなしなんて格付けで言っちゃいましたけど、全くそんなことはありません。なぜなら僕もね、ドラム始めても十数年ですが、最初の10年間までマジで分かりませんでした。それでも続けることによって、なんとかこうして皆さんになんとなく説明できるぐらいにはなりましたね。少しでも皆さんの何かスキルアップの近道に、あるいは楽しんでもらえるきっかけになれば、それこそが僕の動画の目的でございます。というわけで楽しんでいただけましたでしょうか？もしよろしければ高評価とチャンネル登録
よろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。バイです。